ブライアン・ノートンは南アフリカ・ケープ州出身の男子テニス選手。1921年のウィンブルドン選手権男子シングルス準優勝者で南アフリカ出身のテニス選手として最初の4大大会シングルス決勝進出者になった人である。2年後の1923年に全米選手権男子ダブルスでビル・チルデンと組んで優勝し、同国で 最初の4大大会タイトルを獲得した。フルゲームは、ブライアン・イヴァン・コブ・ハム・ノートンといい、ベーブ・ノートンの愛称で知られた。ノートンは1912年ストックホルム五輪で、男子シングルス、男子ダブルスの金メダルを獲得した、チャールズ・ウィンスロー、同大会の男子ダブルス優勝パートナーであった、ハロルド・キトソン、1920年アントワープ五輪の、 男子シングルスキンメダリストルイス・レーモンドと共に南アフリカにおけるテニスの歴史の黎明期を築いた選手の一人である。ライバルであったビル・チルデンは次女ローオンテニスの芸術の第16章ザ・コロニーズの終わり近くでノートンに関する説明も書き残しており、その中で彼は快活な笑顔とおしゃべりで多くの観客を魅了する強烈な個性の持ち主だ。 全ての面で優れた技術を備えているのに、テニスを冗談のように捉えているので、セルフジャッジのミスが多いと詳しく書いた。ノートンは第一次世界大戦終戦直後の1919 19年からウィンブルドン選手権に出場し始め、最初は1919 19年3回戦、1920年4回戦の成績であった。彼の最初の活躍は1920年アントワープ、 五輪の男子ダブルスベスト8進出である。ノートンは南アフリカ代表選手として、ルイス・レイモンドとペアを組み、準々決勝で、日本代表の熊谷和也&、カシオ・セイイチロー組に4から6、6から4、3から6、1から6で敗れた。この大会ではレイモンドが熊谷を破って、男子シングルスの金メダルを獲得したが、ノートンは、シングルス1回戦で、 フランス代表のマックスデキュジスに4から6、10から12、6から2、6から8で敗退している。オリンピックの1年後、ノートンは1921年のウィンブルドン選手権で決勝に進み、南アフリカのテニス選手として最初の4大大会シングルス決勝進出者になった。ウィンブルドン選手権では1921年までチャレンジラウンドから、 オールカマーズファイナルへの流れで優勝者を決定した。大会前年度優勝者は無条件で、オールカマーズ決勝に進出できた点が、現在のシステムとの相違点である。ノートンは、チャレンジラウンド決勝で、スペインのマニュエル・アロンソに5から7、4から6、7から5、6から3、6から3の逆転勝利を収め、大会前年度優勝者ビル・チルデムへの挑戦権を獲得した。 シルデントのオールカマーズファイナルでは6から4、6から2、1から6、0から6、5から7の逆転で敗れ去り、ウィンブルドン初優勝を逃した。この1921年大会を最後に、ウィンブルドン選手権ではチャレンジラウンドとオールカマーズファイナル方式が廃止された。1922年以後、すべての選手が1回戦からトーナメントに出場するようになり、 現在に至っている。1921年ウィンブルドンの決勝対決をきっかけにノートンとチルデンは格子両面で親しい間柄になり、1923年の全米選手権男子ダブルスでペアを組んだ。二人は決勝でリチャード・ウィリアムズワトソン・ウォッシュバーン組を3から6、6から2、6から3、5から7、6から2で破って優勝し、 ブライアン・ノートンはこの地で南アフリカに最初のグランドスラムタイトルをもたらした。同大会ではシングルスでも準決勝に進み、チルデンに3から6、5から7、2から6のストレートで完敗した。選手生活の第一戦から退いた後、ベイブ・ノートンことブライアン・ノートンはアメリカに住み、1956年7月16日に、 アメリカカリフォルニア州サンタクララにて56歳で死去した。ありがとうございます。